おはようございます。こんばんは。ちょっと朝早く起きてですね、散歩してですね、絵を描きてくる時間やってみましょう。今回ですね、一箇所とどまって描くのではなしに、少し散歩して立ち止まって描いて、そしてまた移動して描きます。こういうちょっと時間の使い方も面白いかなと思います。まあ、旅には非常にいいですよね、こういう時間では。行ってみましょう。ではスタート。このポストも懐かしいですよね。ちょっと歩いてみましょうか。こういうのも京都でいう犬やらいと同じですね。非常に可愛いですね。この辺も綺麗ですよね。ちょっといつもならこういう写真を撮るんですけども、この瓦屋根と塀と松、ちょっとこの感じを描いてみましょうか。今回ですね、使う道具は前にも、白インクでできたこちらのスクラップブックと、そしてこちらですね、こちらも、100均です。下がダイソーで、こちらがキャンドゥですね。もう今は多分売ってないと思うんですけど、非常にこれサイズ感もちょうどいいです。そしてこの中には、まずはナイフ、そして色鉛筆ですね、5色、そして久々に登場するスマッシュですね。まずですね、今回はこういう、茶系の紙に、まあ、雰囲気だけちょっと描きたいなと思います。これはちょっと A4 サイズなので、1枚に1つではなしに、結構何箇所かどう描くかな、まあ、4分割で描いてもいいですし、いろんな場所に描いてもいいですね。まあ、4分割は簡単なので、いろんな場所にちょっと描いてみましょうね。まずは塀があって、本当に小さく描きます。塀がこのようにあって、これも強弱強弱で描いていきます。この茶系の紙にですね、こうやって鉛筆で描くのも非常に美しいんですよね。ちょっとまあ茶系なのであまり表情が映りませんけど、ここは石の基礎というか下にですね、面白いですね。坂道なので少しですね、してまあざっくりこういう感じでしょうか。本当に簡単に、書いてきますね。ここは瓦ですね。まあ、精密に描かなくても大体の雰囲気で描いてみますね。そして松がいろんな方向に伸びてますね。この松も本当に精密じゃなくて雰囲気だけ描いて、
場所は違ってても全然関係なしに書いてますよね。そして先ほどもですね、色鉛筆でサラサラっとやったんですが、色は5色ですね。本当に画面上では分かんないかと思うんですけども、雰囲気だけでいいかなと思いますね。今回は、歩いてですね、楽しむということだけどメインにやりましょう。本当に薄く描くだけですね。こんな感じですね。この場所は下が石で、そして塀があって、瓦があって松があるという感じですね。美しいですね。またこちらのとこも前にカメラ散歩で写真撮りましたけども、非常に綺麗ですね。こちらのお宅もですね、本当に見応えのある石で組まれた家ですね。いつかはここちょっと本当に入ってみたい雰囲気ですよね。綺麗ですね。ここもよく絵を描きたくなる時間とカメラ散歩で来ているお寺ですね。そこに墓が並んでますね。ここはですね、たまに来る池ですね。なんか不思議な感覚です。でも小学校の時からよく来ています。鳥の鳴き声が非常に気持ちがいいですね。ちょうどこの木のところが美しいので、ちょっと描いてみましょうか。久々にこのスマッシュ、ちょっとした時にですね、本当に気軽に使えますね。まあ、木なので本当にラフな感じで、強弱をつけて描いていきます。すごいダイナミックですね、この木というのは。ずっと垂れ下がってるんですね、池に向かって。木が連なってますね。いくつも木が。やはりこういう自然って本当に気持ちがいいですよね。池がずっとあると。ほとんどの木は池に覆いかぶさってますね。いや、ダイナミックです。そして円形にですね、まだこれ円形ではないですけども、
遠くの山が静かに、ね、非常に美しい。そしてちょうど雲が感じてありますね。今回ちょっと緑なので緑ですね。ちょっと削ってみましょうか。こういう自然の中で削るっていうのも心地いいのですね。ある意味贅沢な時間です。本当はまあ色鉛筆いろんな、濃淡の色合いがあればいいんですけども、この場合はちょっと強弱だけで表現してみたいと思います。奥の木は濃く、そして前の木は薄くという感じで、そして一方向、斜めの一方向で塗るようにしてください。そしてもっと濃くしてるとより立体感が出てきますね。この一方向っていうのも大事です。そして鉛筆を回さないでくださいね。これも一方向ですね。手前は薄くして、そして奥の方だけグググッと押される感じに書いてみてください。もうこのぐらいで終わらせます。そして池もですね、心地よい光が入ってきますね。最初はこの、まあ、こんなにブルーではないんですけども、ブルーで塗って、そして、これも池の端だけ濃く塗って、中央は塗りません。そして、池はまあ深緑なので、この上に緑を重ねていきます。このぐらいですね。そして、空。お、これも水平ですね。水平に塗ります。本当にイメージで見るだけですので、こんな感じで終わらせます。そして遠くの円形、ここも薄く薄く同じ斜めの方向で塗ってください。そうすると立体感が出ます。こういう感じですね。もう本当に 1,2 分3分ぐらいで終わらせています。こういう景色ですね。遠くから鳥の鳴き声が一緒に気持ちいいです。散歩して面白いですね。ああいうところに照明があって、これ非常によく見ますけども綺麗ですよね。お、ここの日差しがまた美しいですね。この日差しとこれと、いやいい関係ですね。ちょっとだけ描いてみましょうか。日差しですね、非常に美しい日差しですね。なんともいう優しい感じの日差し。こんな
差しが、ここも何度も何度も通ってるんですが、いや初めて気づきましたね。日差しを描くのは難しいですね。そしてここに窓があって結構寒くて手がかじかんでますけども、そしてに赤い木がありますね。ちょっとまあざっくりですけどね、足が非常に美しいですが、あまり綺麗に描けませんね。今回ちょっとポイントだけ塗って終わらせます。本当はここは赤い実なので赤く塗りたいところですけども、グッグッと押さえるだけにしておきましょうか。いや美しいですねこういうのはね。はい、今回ですね、3箇所巡りました。非常に心地いいですよね。本当に、2分3分でさらっと描くぐらいの感覚で、皆さんもぜひ挑戦してみてください。そしてこの栄養に対してのバラバラにこう描くとですね、後から見た時に何かこうセンスがいいような感じがしますね。どうでしょうか。皆さんもですね、まあ近くでもいいですし、旅に出かけた時に本当にサラサラと写真で収めるんで、私にこうやって描くとですね、またあいつもと違う見え方がしてきますので、やってみてください。この後ろの風景もまたいいですよね。建物見えますかね。またちょっとカメラ散歩とかですね、またこの絵を描いてみたいと思います。皆さんもぜひやってください。もしこの動画が楽しかった人はいいねボタン、チャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。